ごめんね、なんか。いや、いいけどさ、なんか。読むね、メール。ごめんね。せっかくいただいたメールだからね。今回は、あ、7回目の話ね。今回は、何川さんが、何言ってるかさっぱりで、で、そんな辛い。内容が、全然入ってきませんでした。マモがそんなに、そんな読みづらいメール。ちょっとね、なんで作家も選んだんだよ、それを。凡人にはわからないトークできるなんて。凡人にわからない。やっぱ何川先生は天才っすね。暑さでやられてしまったんでしょうが。ちょっと、ちょっと、こんなラジオある？こんなラジオある？このメールすごい。暑さでやられてしまったんでしょうか。ジョーさんなら、ジースーツがボボしてるんで、書いてある。ボボしてる。ジースーツがボボしてるって書いてある。この暑さでも大丈夫でしょうか。宮野さん、スタッフの皆さん、何川さんのように壊れないようお体気をつけください。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。何川さん。今日の面白爆笑特おなしゃーす。というメールです。何かまさん。ちょっとね、ちょ、まずさ、いろいろちゃいで。いや、この感謝は言っていいです。いろいろ言っていいです。すいません、言っていいです。じゃ、わかった。じゃ、何かの何は何て書いてあるの？それ、どういう感じなわけ？見る？こんな感じに書いてあります。あ、ほんとだ。カタカナ。もうな、漢字でもないです。漢字でもないです。ほんとだね。はい、合ってる。何一つアドリブでもないんだ。はい。そうか、そうか。世間の声です。世間のね、世論ね。世論です、これが。何川さん。まあ、そうだね。どうしますか？ちょっとね、先週、先々週とさ。見返してやりましょう。やっべ、マジか。そう来たか。さ。お願いします。どうしよう、ちょっと待ってね。本当にね。何川さん、見返してやりましょう。お願いします。何川さん、見返して。今、ちょっと落ち着く。ちょっと水飲んでいい？ちょっと一回落ち着くわ。一旦整理しよう、これ。何川さん。よし。面白い話で見返してやりましょう。まあまあまあ、夏休みとか休みとかってさ、まあもう休みの日って何やってんの？大体。休みの日は、まあのんびりしてるかな。まあね、そうだよね。まあ、そうでもせず。あ、ほんと。まあ、あとは、こう、まあ、好きな、例えばね、映画見たり。あ、そうだね。なんか、溜まった録画物見たりとか。なんか、そういう、なんか、のんびりした時間が。過ごしたいよね。わかる。同じです。同じです。さ。同じです。ちょっと待って。マモ、ちょっと、今回マモしてみない？爆笑トーク？爆笑トーク。マムしてみない？爆笑トーク。俺拾いきれる自信ないけど、マムしてみない？ちょっと。いいですよ。波川さんテイストで行くんで、じゃあ拾ってくださいね。わかった。よく、マジ、俺そんな喋り方だ。そんな喋り方だ。あ、いやいや。あれあんじゃん。あれ。あれね。あれあんじゃん。あれありますよ。あれはありますよ。あれした時にさ、みんながわって見るわけ。わってね、見ますよね。みんながわって見て。だから俺もそういう時、もうボッボしちゃって。ボッボしちゃって。なんかもうその時もボッボしちゃって。でも、さすがに、いや俺でもね、さすがに腹立ったから、ほらって言ってやったの。言っちゃったね。バーンとね。そういう話だから。何言ってんの？本当に何言ってんの？なんだそれ？いや、そういう話だけど。いや。俺、終わり。マジっすか？終わり。いや、半端ないっす。逆にどう？マモ、どう？嘘！嘘！すっげえ大発見。うわ、このメール合ってるよ。逆に、どう？まあもうその、ボッポした時ってどう？やっぱりそうだよね。ボッポした時はやっぱちょっと、なんかこう、卵とか焼けそうだよね。だから、俺も思うの。いつも。なんか、ちょっと待って。今って、波川&波川でお届けしてる。これま
ずいですよ、波川さん。一応波川さんが今、魔物の立場を取ってくれないと、今、三河&波川の番組は、ちょっとまずいですよ、これ。うん、バーニングしちゃうよね。うん、バーニングしちゃう。ボンボンしちゃうね。あー、もう、ちょっとこれ、やばいっす。これ、一旦整理しようよ、だから。一旦整理しようか。9話行こう。9話の話しましょう。危ない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 。キュはね、良かった。キュは良かったよね。俺ね、好きなんですよ、この回。俺も好きだっすよ。この回。すげえ。はじめちゃんのね、このね、うん、17ページのね、やばいっすっていうね。ちょっと、宮野さん、はいはい。宮野さん、はいはい。好きなんですよね。はいはい、崩壊する。ラジオじゃなくなる、これ。これ、危ないっす。危ないっす。危ないっす。なんか、偉大さがわかりました。やっぱり、宮野さんの。ね。やっぱね、うつちゃんといえば、このね、うん、19ページのうつうつします。これがね、どうしたマモ、どうしたマモ、顔を覆っちゃってるけど、マモ、おマモの顔が 3D、 うわびっくりした俺、マモの顔が 3D、 まだまだ、まだ一つ分かったことがある、お前は天才だ、宮野守は天才だよ、すごいわ、俺こんな人とラジオしたくないもん、気づいたよ、すっげえ、これは疲れるわ。これ大変。似てた？似てた。本当？のかな、わかんない。うん、この間だってジョーさんの、うん、あになってベルクカッツェが、あそうだよね、やってくれてね。先週も話したけど、はいはいはい、なった時にスタッフさんがもうどっちが喋ってるのかわかんなかったって。うん、だからなんかすぐ脅威なんだけど。俺にとっては。ちゃんとカッツェの方は、うん、カッツェの方はママが喋ってて、うんうん、ジョーさんの方はね、浪川さんが喋ってるのに、うまいことこう。うんそう、だからどっちかどっちかね、わ、うん、かんない。ジョーさん自分が自分に言われてるようなね、うん、感じになっちゃう、うん。自分を自分に対してからの、なんでからの？だから、わかる言ってること。マモ。わかるわかる。わかる。かる自分の、自分に対、自分の自分を、自分に、自分が、バーン。バーン。なんで最後バーンってしたの？なんで最後爆発しちゃったよ？ね、はい、そういうのありましたけどね。はい、そういうね、キューアでしたけど、うん、キューアじゃねえ。それ違うはずですけどね、うん。もう本当に物語、もう本当にあと3話。そう、だからもうちょっと、ジョーさんもちょっと落ち込んじゃってるんでね、今回も。ジョーさんはもうボッコボコでしたから。本当ですよ。もうなんかうじうじしちゃって。そうそうそう、そう。どうせ俺にはもう何もできないし。そんなうじうじ。どうせ俺にはもう何もできない。キャラ変わりすぎですよ。っていう状態ですから、今。状態はね。ちょっと自信をなくして。気持ち的には、うん、そうそう。ただ、そうそう。カッツェ類。カッツェ類というか。うんうんうん。すごい、ぐいぐい来てるからね。ぐいぐい来てるよ、ね。この後どこまでやるんだよ。本当にもう、カッツェが。そう。そうやりたいことをもうやり始めちゃったんで。そう。あと、OD の本気が一瞬見れるっていう。OD さ、OD 超良くない？うん。OD のキャラが、もうグイグイ来る。来るよね。ちょっとふと見せる、うん、その、憂いを帯びた瞳と、そう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 優しさ、うつつに対しての優しさとかも、グッと来る。うん。だから深読みするといくらでも読めるぐらいの、うん、やっぱそのキャラクター性があって、うん、なんか死を覚悟してるんじゃないかとか、うん、もうなんか、最後は私が出るしかないみたいなね。いや、もうね、最初に言ってた、うん、その、パイマンがお父さんで、はいはい、OD がガチマンの中でのお母さんって言ってる意味が本当によくわかる。わかるね。こうなんか、包み込むようなね。優しさがあるね。いや、素敵ですよ。本当ね、うん、そういうなんか、絆みたいなのも見えてくるんで。そういうのが見えてくると、やっぱもう気持ちがブッブッしちゃうね。本当に。もういいところ。いいお、ちょ、ナミカちょっとおとなしくしろ、お前。すいません。本当俺黙ってるわ、俺黙ってる。俺よく生きてきたね、ここまでね。その人。ほんと、びっくりするわ。うん、はい。じゃあ、ということで、ここで一曲お届け、はい、お届けします。あ、メールいけるんだって。メール行こう。やった。ナミカさん読んでみていい？いい？やった。あ、浪川さん？俺が読むのかな？マモです。あ、マモ。JJ ネーム、メッティさんからいただきました。こっちがマモなんだ。浪川さん、マモちゃん、バードゴー！バードゴー！いつも楽しく聞いてます。ちょっと待って、今のは、ガッチャマンは変身すると。ちょっと待って、今のはガッチャマンは、ガッチャマンは変身すると姿が見えなくなりますが、お二人は姿が見、ちょっと、メール中ね。ごめんごめんごめんなさい。ガッチャマンは変身すると姿が見えなくなりますが、お二人は姿が見えなくなったらやってみたいことってありますか？わーお普通だ
これでもね、ちっちゃい時から。王道の、うん、うん。夢だもんね。夢だね。見えなくなったら何をしたいか。何をしたいかってね、いろいろありますよね。あります?俺?え、俺に聞いてる?今二人しかいないんで。今二人しかいないんでね。そう。聞く相手は、もうなんだろう、この人は。嘘。おかしいでしょ、場所が嘘の場所。ね。消え、だから見えなくなったらね。何なんこの人も。見えなくなったら、いろいろやってみたいよね。それはやってみたいよ。それやってみたいよ。なんかそれで。俺やっぱあれかな。うん。覗きに行っちゃうかな。あ、そうですか。ベタな感じだけど、やっぱ覗き行っちゃうかな。うん。うん、なんかこう、なんかこう、みんなの前でパッて消えてみたいよね。マジシャンみたいな。ああ。わざとね。あえて使うっていう。なるほど。見えないことを最初から使うんではなく。あ、今、ちょっと待ってください。俺が波川さんで、波川さんが守っている手はもう、どっか行ってるってことでいいですか?ああ、戻しましょうかね。今がね、今が使い時だと思う、こういう時。お前やっぱさすがっすね。こういう時が使い時だと思う。こういう時だ、ね。じゃあもう僕、守り戻っていいですか?守り戻って。戻ってみていいかな。俺ね、マモの器にはなれねえ。もう怒りすら出てくるもん。何かさんと話してると。